こんばんは、山岩と申します。さあ今日はね、何をやっていこうかと、言いますとですね、そうだ、プロフィール変えようという、お気軽企画でございます。ふとね、この前ニコニコ動画のやつをね、ずっとやっとって、まあ最近ずっとあの週、32本投稿とかっていうね、わけのわからないね、ことをやっとったわけですよ。正確にはニコニコ動画で、週25本355の10本、そうですね、週25本投稿ね、ニコニコだけに週25本投稿ってやつですね。で、その間も YouTube でね、1日1本毎日投稿ってやつとかね、合計32本動画を作りながらね、フルタイムで仕事しながらというね、わけのわからない日々を過ごしてたんですけどね、まあ、やっとこそ終わったわけでございますよ。やっとこそ、あの、大量のやつがね、時刻的には10月10日の22時更新のやつ、要は、スポーツの日のね、最終日のところで終わってるわけでございますけど、やっと終わってね、ふう息継ぎをして、さてどうしたものかな。せっかくね、ちょっとね、いろいろとね、やりたいことをね、いろいろとネタ上げとったんですけどね、何せそれでね、時間が取られるもんでね、全然できてなかったんでね、これをちょっとやっていこうかなということでございます。で、最近何をやろうかと思った時に、これちょっとキンキンにやらないといけないですなと思ったのが、プロフィールの更新なんですよ。ってのは特にニコニコ動画の方なんですけど、ニコ動のプロフィールって最初の動画投稿した時に作ったんですよね。ですから2009年かな、とか、多分ね、それぐらいの時に作ったプロフィールをそのまんまにしちゃってるんですよね。なのでね、さすがに、ですから、13年前のプロフィールそのまま作ってるんで、さすがにちょっと変えとかないといけねえだろうと、いうわけでございます。で、せっかくならその変える模様をね、一部始終動画に収めてね、動画一本にしちゃえばいいじゃねえかと、こんなシャバいのに持ってくるかということなんですよね。まあ、せっかくなんでね、やろうじゃねえかというわけでございます。ということで早速ね、画面を変えてね、プロフィール、今のね、プロフィールどうなってるのかね、2009年に作ったプロフィールがどうなってるのかっていうのは改めて確認して、直さないといけないところね、多分ほぼ直さないといけないと思うんで、直していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということでね、ニコニコの画面にやってきました。まあ、僕はこれね、やってますよっていう、ちょうどね、この3年間をしてたところらへんからね、やってますよっていうところでございましたけどね、まあまあ、うちは当然音楽系クリエイターじゃないんでね、その時はやってないですけど、まあでも、ね、やっぱ音楽強いですもんね、ニコニコ。だって今、ね、流行ってるね、音楽っていうのも、YouTube でわーってね、バッてったりとか、TikTok とかでね、わーって言ってるのでも、結構、デコニーナーさんのバンパイアとかね、アイコトマホとか、いろいろとあったりとか、あなたりとか、結局、やっぱ配信はね、ニコ動からね、震源地になってますからね、やっぱそのあたりはすごいよなと思いながらね、やっぱニコニコの強みだよなってのを思いながらね、今回はそれじゃないんです。これなんです、直さないといけないのは。こんな感じでね、ニコ動はアカウント開くと、プロフィールが出るような形になってます。まあ、動画、チャンネル解説欄というよりは、その人のプロフィールって感じの、プロフィールなんて感じですね。で、いうのがこんな感じになってますよと。で、読んでみますと、自称作家希望の、自称総合創作サークルプレゼン代表。まあそうですね、まだプレゼンだった頃ですね、今スターセルプレゼンっていう、名前になってますけど、で、そのところは肝田童貞の脱線すぎるおっさんだし、まあ、ここは変わってねえな、15年で何も進化してないですね。で、元エールゲー販売店の、発注担当だったり、まあ、やってましたね、ボーカロイドチェーンで店長していたり、あってことは、カラオケチェーンで店長した後だから、2009年じゃないな。2009年の時は、ちょうどその転職するかっていうことらへんで、店長になったのは、東日本大震災の後だったんで、だと2013年とか、多分岡崎とか行ってた頃らへんのに、そっか、あ、一回そっか、あの頃に、もう一回ちょっと仕事変わるかもなとかっていうようなタイミングのところでちょっと一回更新してちょっと一時期活動再開に向けた準備をした時期があるんですね。ただすぐにちょっと短期の仕事とかが入って、もう休みなしさあと行ったりしとったんでね、あの時朝の6時出勤とかだったかな、いやもうちょっとは遅かったか、7時出勤か、朝の7時出勤で、まあ、家でいるのが6時前ぐらいですよっていう
感じの生活をしとったことがあるんですけどね、うん、なんなら今の方が早いですからね、っていうことは置いといて、で責任者したり卒業論文はもう受卒だったりするし、まあなんでちょっとこのあたり、追加でね郵便屋さんとかやってたりとかっていうのもね入れないといけませんね、ということでございますね、だから郵便局入る前ですね、で大のリトバス、まあ、これはね、だからもう、まあ、バリバリやってた子ですね、で、それは、究極の思いの完成形と合合する、まあ、これはね、間違いないことでございますね、ユリップとさらに乗り捨てられながら銃殺 されたら天国に行けると信じてやまない柔道のドリーム、ちなみに、プラスアルファヤミヤミですね、そっか、あれそうか、じゃあトラブルのダークネス始まる前ぐらいの2013とかそれぐらいかな、うん、まあ、分からない、まあ、単純にあの心の都合でね、あのこの二人でいう感じにしたのかもしれんけどね、第一制裁は、時々シュガーの、包み合うらしい、そうなんですよ、あのこれはね、まだね変わってないんですけどね、問題は時々シュガーを知ってる子がどれぐらいいるかってことですね、少なくとも若い子ではもう知ってる子がいないんじゃないかな、時々シュガーっていつだっけ、2006年だっけ発売、いつ多分見えちゃいけないだとかでそうだからこういうんだけど、時々ザウスの純米入れで撮ったやつですね、じゃあ2003年、うわー懐かしい、見ちゃいけないのでとかな、あ大丈夫だ、うん、こんな感じのねゲームがあったんですよね、懐かしい、このね、青髪の子がね青ちゃん、そのまんまですね、時々甘いって言うやつだったんですけどね、実はね、この感じに、そこはあのめちゃくちゃねめちゃくちゃね、あのエチエチなシーンがね、むちゃくちゃ豊富でね、そうなんですよ、あのそういう字じゃなかったんですけどね、で結構当時としてはあの恐ろしいほど効果音がしっかりとねあのついておって、今やあそこに付いてたゲームはあんましないよなっていうぐらい、ね、細かいね効果音がねすごい、あのそういうシーンのねエチエチなところのシーンのっていうのがすっげえイメージになりますね、あのこれね、青ちゃんがね、もうね、最高なんですよ。そう、ね、あの、普段、どっちかちょっと金髪、ね、金髪ツインテール、ツンデレ、ツンデレというか、ね、そのあたりの、ところはね、まあ、大の金髪好きでね、有名な山田さんではあるんですけどね、実は第一制裁はね、青髪なんです。あれぐらいのね、あのボブぐらいのね、髪の毛の、で、青髪とかね、まあ、金髪ももちろん好きなんですけどね、うん。が好きなんですね、うん、それがねあんま変わってないですかね、そんなわけが分からない宇宙人やろ、そういうのも私ですと、いうことで、まあね、あのサークルの説明じゃなくてね山寮の、説明になってます、まあこれはもうニコ動なんでね、うん、まあそんな感じかなというところでございますね、っていう感じなんですけど、まあ確かにねいろいろと、ツッコミどころがね、もうだから郵便局勤める前なんだからまだ20代の頃ですもんね、もうすぐ40代になろうとしてるんですが怖いなその頃に作ってますね、ですから10年は経ってないかなぐらいかな、8年9年ぐらい前かな、っていう頃のプロフィールですね、さすがにこれちょっと変えないとまずいですね、どうやって変えようかな、編集はどこでできるんだっけな、プロフィール設定これだでできますよということで、画像はねそのまんまサイエンクで、ちなみにあの自画像というかこれはあのマスコットキャラクターなんでね、スターステージの、もともとは中学の時の部活の、マスコットキャラクターとして作ったやつだったりするんですけどね、最前で、理科部だったんで理科パソコン部っていうところだったんですけど、理科部とパソコン部がなんか合弁したような感じでね、プログラミングやりながら社植物の研究するっていう よくわからん部活だったんですけど、で、でまあ理科なんでサイエンスね、本来この場合はこの場合の理科って冷静に考えたらあれか、ケミカルな方だけど、まあサイエンスということで、まあ 理科ならサイエンスでいいでしょう、で、いうことでサイエンスの、マスコットキャラクターでサイエン君っていう名前だったりするんですけどね、なんか中二の時に漫画とか書いた記憶とかあるけどさすがにもう残ってないわさ、
中3の時に破りしてた記憶がありますね。あそこにあまりのあのやばい出来やったんで、ですね、残っとったら、ね、今ね動画のネタにしたところですけどね、いやひどかったあれはでいうので、ここで山城さんですね、まあ、これもこのままにしておきましょう。今あの YouTube の方は完全にスターステールっていう名前にね変えましたけどね、スターステール総合にしてるかな。でまた緑のチャンネルとかもね、おいおい、あっちの方を時事政治チャンネルみたいな感じでねやっていこうと思いますんでね、うん、で、多分名前は分けると思う、多分日本放課後をもう一回ね、復活させる形にすると思いますけどね、あの時ちょっと選挙の兼ね合いでね公選法とかに、ギリギリちょっと引っかかるか怪しいような感じになるんで、実はあの時期にああいう名前してるとね、でちょっとね、携わったりとかあったんでね、それでちょっと外したよっていう経緯があったりするんですよ。あ、そういうことですよ、あれ。うん、そう深い意味で、まあ深いっちゃ深いですけどね、公正法絡みなんで。で、これを直さないといけない。で、今回メインディッシュはこれですね。自己紹介を直しましょうということで、作家志望。ね、今も一応作家志望ではあるんですけどね。あ、そう、マウイ君のね、ちょっと書いたんですよ。どうかな、うん、っていうかね、会議用に、ネット会議用、Zoom とかで使うように、一応、実はマイクは変えてあったんですけど、うちって考えてみたら工場勤務なんで、そもそも、あれなんですよね。そんな、ネットでね、会議するようなことがあんまないんで、まあ一応ね、友達と、もしかしたらネット飲み会みたいなのするかもしれんなと思ったんで、ね、一応買ったんですけどね。結局、使わずですね、っていう感じだったんで。あ、そういや、あるわ、と思ったね。ね、結構、マイクのね、その音に関する、質問があったね。これでどうかな、一応専用マイクなんで、それなりに良くなってるんじゃないかなと思いますけど、あ、ちょっと編集で聞いてみないとわかんねえな。ちらっと聞いた感じはこっちの方がいいかなと思って、とりあえずこれにしましたけどね。あと、広角マイクなんでね、これ、指向性が、狭いやつです。これ指向性が広いんで、ちょっと周りの音逆に拾っちゃってよくないかもしれませんけどね。どうかな。うん、まあそのあたりもちょっとおいおいと試しながら、まあまだ戻すかもしれませんという感じでございますね。で、自称総合総、まあこれはまあ別に自称でもないから、ね、総合創作サークル、スターステッププレゼンですね。今スターステイル、プレゼン代表。モーター同棲の残念すぎるさんです。そうで、同棲卒業してないんですから、そのまんまですね。残念すぎるおっさんですね。うん、おっさんとかアラフォーにしときましょうか。もうアラフォー、オタかな。もうだいぶオタク属性消えちゃってるからなっていう気がするんですけどね。元エロゲー販売店の、まあ最近エロゲーっていう、萌えゲーっていう言葉っていうかね、萌えゲーっていう言葉を使い出した8位はね、実はスターステールだというね、あれがあるんですけどね。あのね、初出がね、ちゃんとした公文書に残ってるんですよ。実は、2004年だったかな。大学の論文で書いてるんで、ですから一応公的な場所で使って、文章で、ね、発表してるデータがあるんで、萌えゲーから見る、オタク経済学だったかな。うん、その境内っていうものを、その萌えゲーっていうものを中心にしてみると、確かあの時はシャッフルだったっけな、シンシア使ったっけな、シンシアは違う、卒論で使ったんだ、シンシアは卒論で使ったんだから意味が分からないよ。多分ね、卒論に萌えゲー、エロゲーが参考文献、参考資料として、載せた最初の人だと思いますよ。うん、しかもね、シャッフルも使って、その時もシャッフルも使ってると思うけど、シャッフル、エアー。確かこの時はシャッフルの方が説明しやすかったんですよ。っていうのはマルチメディア展開が、この時一番ド派手にやっとったのはどっちかというと、シャッフルの方なんですよ。エアーも、まだ京アニ版がなかったんですよ。京アニ版のアニメが放送される前だった。相当昔の話ですよ今。うん、あっちがあったんで、確か東映版もあったはずなんだけど、そう、京アニ版のエアーはまだなくて、うん、っていう時代だったんで、シャッフルの方の結構いろんなね、原画、R ジェネシスの、原画展もやったりとか、あとノベライズとかの展開、まあノベライズはエアの方もすでにやってましたけど、とかが、DT の、っていう感じ、あ、ごめん、東映版のアニメの話はあれだ、エアじゃなくてカノンだ。うん、カノンの東映版のやつがあって、
カノンの今日は2番はまだってこのかな。そうやね、時系列で映画の人は劇場版だからちょっとごめん時系列が違うもんな、うん、っていうようなところか。そんなようなところもね、ちょっと古い話なんでね、結構疎くなっちゃってますけどね、20年も経ってないそうなんのよということでね、で前も家販売店の発注担当をやってましたね、カラオケ店で店長していたり、他に癖を持ってで責任者していたり、で、郵便配達をしてみたり、あと何かやったっけ、あ、チャツムの人とね間で、いろいろやってますよこんなもんかな、うん。あと、まあ、細かいところで言うと、イタリアのね、店で、オーガニックビュッフェの店で働いてみたいと思いましたけど、ああ、そっか、オーガニックビュッフェ、オーガニックのビュッフェもあるけど、イタリアンビュッフェの店も行ってた時期も違ったりとかしましたけどね。あと、こんな風に分かったって、そんなもんでしょ、さすがに。うん。っていう感じですね。まあ、今は全然別の仕組みか、普通に工場で働いてますけどね、っていうことですね。で、卒業のまんまでそれらしいよと。まあ、ニコ動だから別にこの辺りにおたねたのは、リトパツ大好きは今も変わってない。まあ、この辺りもまあ、いっか。うん、まあ、本当は、あと、読みキャラ書いといたらいい。うん、トラブルで出るんだね、トラブルの闇、カンコレなら、カンコレの鹿島さんやろ、鹿島さんだね。あとは、さあ読むキャラって言われると、あとは窓マギのホムラホムラって、やっぱ今はもうホムラってこっちが先に出るんだね、断言しておきましょう、ここは断言しておきましょう。でもこれはね、大先生、いろいろと浮気してどう残るのってあるかもしれませんけど、これ、とか YouTube ではアップロードするから一応説明しておいた方がいいから、ニコ動だと当たり前の話なんですけど、1キャラ1嫁っていう、オタク業界南北のルールってのは誰だったっけ、最初に決めたの。どっかで、多分ニコニコの、大百科とか見たら、どっかで探せばあるでしょうけどね。うん。なんかそんな嫁ルールみたいなのがね、一時期できた時期があって、不接送に行くのもどうかって言うんで、1作品につき1嫁なら OK っていう、そういった、提唱があって、それがどっちかというと真相を通してますもんね。ですので、まあ、こうね、ユリッペとサヤに関しては、まあ、もうここに関してはもうだって切ってもね、切り離せない関係なんで、もうこれだけで一時語れる気がするな。語れる気がするな。語ってみるか、今度。まあ、同じね、キーの作品でね、エンジェルビーツね、リーペイ、エンジェルビーツで、ドキドサヤは、リトルバスターなんですけど、声優さんがね、同じ作品と、桜川美久さんじゃないっていう。大川美優さんじゃないかと。桜井上美さん、キャフェ。頭の中いろいろと混じってね、一般の人ならなんでそんな間違いなのに大丈夫だって、きっとオタクの人なら分かってくれるはずが、ちょっと大川美代さんとかあんな世界ちょっと頭の中シュルシュルシュルってね、そうそう出てきてしまってね、桜井春美さんね、がやってはるんでね、とかっていうのはね、まあね、ここはねもうやはり切り離せない関係でございますからね、いうのは置いといて、まあ、この辺りですね、どういう変態、あと提督も入れとくか、まずいかな、今のご時世だとまずいかな、まあ一回言っとけ、いい感じですね、で、面白いあれですね、ニコニコは性別変化とかできるんだ、で、その他もあるんだ、へえ。生年月日に載ってんじゃん一応今のところ消しとこうかな、
あ、別に言ったけどっかで言っててもするけどな、うん、っていう感じで今のでこれであのへこボタンを押したらもう自動で変わるみたいですね、うん、よいしょ、これで変わってるのかな、更新ボタンを押すと、うん、おパーティーマテンスを操作サークル、スタンスです、プレゼンター表ですね、こんな感じです。あ、ちなみに、収益残高、出てきますけどね、今回も、無事チャリンチャリンしました。ありがとうございます。ということでですね。その動画はその動画で一本撮りますんでね、そう、何せね、撮らないとなって言ってたやつがね、大量に残ってるんでね、そのあたりもね、ぼちぼちと、出していきたいなと思っておりますんでね。ということで、とりあえず、うん、こんな感じでいいね。よし、できたできた。それなりに喋ったら23分喋ってんだ、もう全然一本になった。よし、まあ、でもまあせっかくだったら YouTube の方もちょっとチェックしておきたいよね。何が作るか。ということで次回は YouTube 版、プロフィール、プロフィール、書き換えてみた、YouTube 版やってみたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずこの動画はこれぐらいで締めたいと思います。皆さんもよかったらね、YouTube 見てる方はね、ニコニコの方もね、フォローとか、してくれるとね、非常に、あっちの方はもう収益化できてるんで、なんならチャリンチャリンするんで、ぜひ、よし、シナによろしくお願いします。ということで、この動画、これ以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。うん。